ます。ディクソン・チュンバはここ4年間8回のマラソンで全て3位以上という安定してますね。してますね。3人のお子さん、はい、8歳、6歳、2歳の3人のお子さんのお父さんで、休みの日はお子さんと遊ぶのが楽しみ。いいお土産できました ね、 ね、今日はね。東京マラソンは2度目のウィナーということになります。急コースだった2014年のチャンピオンでもありました。まずは2014年に続いて2度目の優勝、どのような気持ちですか？Oh yeah, I am happy for winning of 2018. I am happy. はい、2018年の大会ですね、もう一度優勝することができて大変嬉しく思っております。本当に東京マラソンで活躍するチュンバ選手という印象があるんですが、改めて、東京マラソンの印象いかがですか？The Tokyo race is good. The weather is good. Even the road is good. I'm happy. 東京マラソンのコースも素晴らしいですし、実際天候も良かったと私は思っています。大変光栄に思っております。はい、そして今日は、速報値ですが2時間5分30秒というタイムはいかがでしょうか？My time is good. Next year I'll come to run 24.今回の私の記録ですけれども大変満足しております。来年もう一度戻ってきて今度は2時間4分台を目指したいと思います。はい、ありがとうございました。ディクソン・チュンバ選手に喜びの声をお聞きしました。コングラチュレーション。優勝はディクソン・チュンバ選手でした。この後準備が整いましたらおそらく設楽選手をはじめとした日本人選手の声も聞けると思います。その前に女子の先頭がこれからフィニッシュを迎えようとしています。すでに日比谷に入ってきました。40キロのポイントを過ぎています。女子の先頭はエチオピアのベルハネ・ディババ、5年連続のこの東京マラソン出場ということになります。先ほど松田さんからちょっとご紹介がありましたが、2015年大会この東京マラソン優勝しています。40キロの通過地点ですとこのディババもまた2時間19分台でフィニッシュできるかもしれないという、そういう好レースを展開してきたここまで。このまま行きましたら、じゃあディババ選手もすごい自己ベストですね。2時間21分19秒がディババのパーソナルベストでした。マッキンさん、去年もね、日本国内で初めて19分台のレースが女子見られて、はい、そうですね、日本で女子初めて見たんですけど、今年も非常にレベル高いですね。はい、2時間19分台にフィニッシュできるかどうかということがベルハレ・ディババの一つターゲットになってきました。ああ、そして今一瞬映りました市田選手がここでフィニッシュをしました。2時間15分台、目標と掲げていた2時間7分台で日本人トップという目標は達成できませんでしたが、市田も果敢に攻める姿勢を見せた今回のマラソンでもありました。この42キロで得た手応え、あるいは課題、それをもう一度宮崎に持ち帰って市田は再びスタートラインに戻ってくるはずです。さあ、女子の先頭です。もうこれ単独走になっていて、松田さん、優勝は間違いありませんね。はい、本当に滑らかな走りですね。なんか草原を走っているような、ね、爽やかさで、はい、今日の寒さをこう気にしてましたけども、はい、寒さにも強いってことが実証されて、またディババさん2年後の東京に向けてやっぱり東京走っておきたかったって言ってますから、はい、かなりオリンピック意識してますね。確かに松田さん、海外選手の多くはね、この東京参戦の理由の一つとして2年後がやはりここの戦いの舞台になるんだと思えば非常に大きい選手が多かったですね。そうですね、でコース一部一緒ですからね、はい、よかったですね。はい、リパバさんは去年の夏のロンドンの世界選手権は10位に終わってるんですね。だから、そういう中でやっぱり自信をつけて次に進みたかったんだと思います。はい、ケニア、エチオピアといったあたりは金さんも代表になるだけで大変という、はい、選考方法がまたね、はい、複雑でいろんな大会で選ばれるかどうかはね、ケニアの選手よく自分は分からないっていうような感じではありますね。激戦の国ですからね。はい、それに比べて日本は よくなりましたね。はい、日本の方はもうクリアになってきました。その激戦を去年のロンドンの夏の世界選手権でクリアして初代表のエチオピアになって世界選手権に挑んできましたけれども、10位という結果、これは悔しい思いだったというふうに去年の夏のロンドンの世界選手権を話をしていました。このベルハネ・ディババ、もう一度2年後今度はこの東京でオリンピックの代表として
この町に戻ってくるんだという思いがこのディババにはあります。やはり増田さん、去年はあの国を代表する緊張感があったというふうに話をしてましたが、そうですね、プレッシャーもあって、あのティルディッシュディババさんなんかとは全然親戚でもないらしいですね、はい、ディババさんって名前が多いので ね、よく間違えるそうなんですけども、はい、違いますってことも話してました。ティルディッシュディババというもトラックの最強女王がマラソンには挑戦してきている最中でもありますけれども、彼女はまだ24歳ですから、はい、本当にあのまだまだ伸びしろもありますし、これからもう来ると思いますね、はい、トラックのスピードもあるんですよね。さあ19分台というフィニッシュタイムはどうでしょうか。残り 600m というところに入ってきました。パーソナルベストは2時間21分19秒ですから、まあ、これを一つ彼女自身のターゲットタイムにしていると思います。それはもうキーさんクリアできますね。もうクリアできると思いますね、今日はあの天候的にねアフリカの選手にとってはやっぱ寒いのかなとあったんですが、まあ今日のこのね、はい、リバー選手の走り見るとやっぱり走りやすかったってこと分かりますね。やはり風がなかった、風がなかったっていうのは大きかったですね。これが一つ大きかったかもしれませんね、はい、去年の東京マラソンでは2時間19分47秒という日本国内で初めて20分を切るフィニッシュタイムが展開されました。それが一つターゲットタイムになってきます。コースレコードなるでしょうかというこのベルハレディババになります。去年ケニアのチェプチルチルが優勝タイム2時間19分47秒でした。そこに向けて残り1分というところ、もうすでに残り1キロは切っています。なんか腕振りがキューちゃんみたいですね、高橋直子さんみたいにね。これやっぱりこうリズム、独特のディババさんのリズムなんでしょうね、確かにそうですね。高橋尚子さん の腕の振り方をちょっと思い出しますが、さあまもなくフィニッシュを迎えます。2時間19分47秒はどうでしょう。コースレコードがターゲットタイムになりますが、おそらくそれは意識して走っていると思います。男子は設楽悠太が16年ぶりに日本記録を更新するという素晴らしいタイムを見せました。一方女子もどうやら優勝者、このベルハレニババ2時間19分台にフィニッシュできるかどうか。そしてコースレコードは2時間19分47秒コースレコードまであと10秒ちょっと、これはいくんじゃないですか、微妙なところです。さあどうでしょうか。2時間19分台は間違いありません。今年も女子のフィニッシュタイムは2時間19分台。さあどうだ、さあどうだ、あーちょっとベルハレリーママはわずかに及ばなかった。手元の計測速報タイムで2時間19分50秒速報値でおそらくコースレコードは更新できなかったと思いますが、それでもパーソナルベスト2時間21分19秒は大きく更新。去年に続いて今年も東京マラソンは2時間19分台のレースが展開されました。内臓が疲れちゃってるから、こうありますよね。長距離ランナーはどうしても、ね、こう走り切った後全力を尽くした後少し戻してしまうシーンが何度も見られますが、女子も今年はレベルの高いレースが展開されました、まあ、それにしても金さん、まだこう設楽選手の余韻というのがね、余韻というかもうね、今平昌オリンピックでメダル続出で、はい、ずっと私も毎日興奮してるんですが、もうそれ以上に男子マラソンの日本記録っていうのは16年ぶりですから、はい、これまた新しい歴史がね作られたって感じですよね。ただ今回ので多分扉がね、はい、設楽選手新たに開いたので、はい、もう次も5分台見えてきましたから ね、はい、そうですよね。白いユニフォームでね、はい、こうゴールする時なんか、ね、はい、やっぱりなんか陸上界長距離界にまた白馬の王子がねなんかそんな走り方も綺麗なんで、なんかずっと我慢してたのは大好きなお酒と炭酸と甘いお菓子を我慢してるんです。だから、あ、そうなんですか。今日は目いっぱい食べると思います、バレンタインデーのチョコも含めて、はい、さあそして日本人上位6人ということで MGC マラソングランドチャンピオンシップ2019年9月以降に行われる東京オリンピックの代表選手選考一発レースに進む権利を手にした6人です。井上、木滑、宮脇、山本、佐藤が設楽と並んでその日本人上位6人ということになりました。この選手たちが東京オリンピック代表に向け一歩歩を進めたということになります。画面の左下では女子のフィニッシュシーンをご覧いただいています。今フィニッシュしたのがナンバーカード57番の選手、アメリカのエイミー・クラック、去年の世界選手権銅メダリストです。マラソングランドチャンピオンシップファイナリストへのチケット贈呈を行います。今大
会におきまして想定タイムと順位を見事クリアし、マラソングランドチャンピオンシップへの出場資格を得ました設楽悠太選手、井上博人選手、木南亮選手、宮脇千尋選手、山本健二選手、佐藤悠希選手にお越しいただきました。皆さん本当におめでとうございます。それではここでチケットの贈呈をさせていただきます。日本陸上競技連盟協会委員会マラソン強化戦略プロジェクトリーダー瀬古俊彦様よりチケットが贈られます。おめでとうございます。今大会2位の設楽、そして日本人トップ、日本新記録を達成した設楽、日本人トップ、そしてこの東京マラソン第2位設楽悠太選手にお話を伺います。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ゴールした瞬間もう倒れ込んでいらっしゃいましたが、どんな心境だったんですか？今回はやっぱり記録よりも、勝つことを意識してたので、総合1位は取ることができませんでしたが、日本人トップ取ることができて嬉しいです。目の前にあと一人だけでしたね。そうですね、前は見えてたんですけど、もうあれが僕の限界でした。そして2時間6分11秒速報値ですが、日本記録更新です。16年ぶり、いかがですか？いや、僕もそんなに正直狙ってはなかったんで、はい、昨日も記者会見でも2時間9分を目標にやってたんで、とりあえず目標達成することができてよかったです。なかなかもうみんなが期待している記録を出しますよとおっしゃっていたのに、昨日2時間9分といったところであれってちょっと思ったんですけれども、そこはあれは本音だったんですか？そうですね、まあ2時間9分以内ということで、まあ6分台もあり得るっていう可能性も込めて、はい、去年は最後の方では1億円というコールがなくなったんだけれども、今年は最後まで1億円って言ってもらえるように走りますとおっしゃってました。どうでしたか？最後まで本当に1億円取ってこいって、声をかけてくれた方々がたくさんいたんで、しっかり頑張ることができました。はい、とにかくこうもう夢のような記録目の前でもう目撃してみんながワクワクしているんですが、設楽選手もどうでしたか？この心境、今ワクワクするからどういう心境に変わりました？今ですか？今ちょっと休みたいですね、はい。そうですか、わかりました。それでは瀬古リーダーからもお話を聞きたいと思います。瀬古リーダー出ましたね。ありました。はい、本当おめでとうね。もう16年ぶりですから、こんなおめでたい話ないですね。はい、これで一気にですね、東京オリンピックに弾みがつきましたね。はい、この目標、この記録をみんなが目標しますから、どんどん男子マラソンこれから行くと思います。はい、さあ2時間6分を出しました。次なる目標を最後に聞かせてください。次はまだ試合の予定がないんで、まずは3月はもう走らないです。あ、もう走らないですか？そうですか。毎週のように本当に本番のレースに臨んで、それを練習のようにこなしていらっしゃいましたけれども、その自分のこう強化の仕方、それは間違ってなかったということでしょうか？そうですね、やっぱり土日試合がないと僕サボっちゃうんで、はい、まあ、土日試合がある分、まあ、日頃の練習をしっかり頑張ることができているので、まあ、こうやって結果残している要因というのは、土日の試合があるおかげだと思っています。
そして先ほどもありましたが、まだ今の時点ではあと1人抜くことはできなかった、あと足りないもの何でしょうか、これから。足りないもの、いやでも今の練習は間違ってはないと思うので、これからもまたこう同じ練習をしてすれば、まあ、必ず結果はついてくると思います。そしてみんなが、市民ランナーがもう夢のような記録をこの東京マラソンで出したっていうところも大きいと思うんですが。そうですね、こうやってたくさん沿道から応援されるのは東京マラソンしかないので、沿道の方々の応援のおかげで多分取れたと思ってます。そして最後はですね、去年とはちょっと逆の形で井上選手を捉えました。あの時の心境はいかがだったんでしょうか。正直32キロぐらいで負けたなって思ってたんですけど、やっぱりこう30キロ以降、まあ、家族の応援があったり、まあ、会社の応援があったり、そのおかげでやっぱり頑張ることができました。その最後の最後に上げてきたその要因は家族だったり皆さんの応援だったんでしょうか。そうですね、まあ、家族の応援はもう僕も声で分かっていたので、もう会社の方々もたくさん応援に来られていたので、最後まで諦めずに走ることができました。本当にいつも設楽選手はみんなの応援でもう僕の力だけでは走れないんですよとおっしゃってますけれども、そういったあたり今日も大きかったんですね。そうですね、もう30キロ以降はもう走力じゃなくてもう応援の力でもう走り切ったっていう感じですね。さあ瀬古さん、その応援がやはりこの東京マラソン一番多いと言ってもいいですよね。やっぱり選手はね、一人で走れないんですよ。やっぱり皆さんが応援してくれるおかげでね、後ろを押してくれますから、はい、その声援のおかげで今日はもうみんな記録良かったですからね。2時間6分台2人で出たのはないわけですから、今日歴史的偉業をみんな成し遂げたんですよ。すごいことです。さあそれではその2位の井上選手にもお話を伺います。井上選手おめでとうございます。 MGC 獲得しました。ありがとうございます。まあ、ですがちょっと悔しそうな表情ですね。まあ、ただただ悔しいですね。まあ、出すと言ってた日本記録を目の当たりに目の前で出されて、で、まあ、勝ったと思ったのに去年とは逆のシチュエーションで置いていかれて、まあ、これ以上悔しいことはないですね。2時間6分台を出したのに悔しい。タイムは別に何とも思ってないです。今はもう負けたことがただ悔しいです。今後の目標を聞かせてください。そうですね、まあ、今その日本のマラソン界も、まあ、日本記録が今日出たっていうのは、まあ、本当悔しいんですけど、まあ、心から祝福したいとも思いますし、まあ、自分も出せるんだっていう気持ちも出てきたと思う、まあ、本気で出すっていう気持ちがさらに、まあ、気持ちが出てきたとも思うんで、また負けた悔しさっていうのを次につなげて、次は5分台狙っていきたいなと思います。はい、日本人2位の井上選手にお話を伺いました。ありがとうございます。それでは日本人3位の木南亮選手にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。 MGC 獲得いかがでしょうか。そうですね、まあまあ、MGC 獲得よりは自分の目標であったまずはサブ10というところをしっかり達成できたので、自分的には満足いく走りはできました。2時間8分、まあ、速報値ですが8秒ということで、このタイムいかがですか。まあ、練習はできていたので、まあ、出せないタイムではないなと思ってたので、まあ、練習通りの結果がついてきたのかなと思います。おめでとうございます。さあ続きまして日本人3位の宮脇千尋選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。 MGC 獲得しました。今の気持ち聞かせてください。今回の目的、東京マラソンの目標は2時間10分を切って、MGC のファイナリストの権利を得ることだったので、まずはそれが取れたのは良かったと思います。2時間8分45秒ですよ。そうですね、まあ、練習あんまりできてなかったんですけど、まあ、試合でしっかり粘ることできたので、次はちゃんと練習をもっと積めばもっといいタイム出ると思います。おめでとうございました。
さあ続きまして山本健二選手、おめでとうございます。ありがとうございます。 MGC 獲得です、いかがですか。まあこれを取ることを最低限に目標としてやってきたので、まあ、取れてよかったです。おめでとうございました。さあそして佐藤由紀選手、おめでとうございます。ありがとうございます。 MGC 獲得しましたね。そうですね、近年怪我に悩まされてたんで、まあ、今日怪我なく、フィニッシュすることができて、もう最低限の MGC っていうところも取れたので、まあ、次の試合で、もう一段階、力をつけて、走れるようにしたいと思います。そろそろ自分の走りを示したいとおっしゃってましたけれども、今日のレースはいかがだったんでしょうか。そうですね、全然満足いく結果ではないんですけども、まあ、その中でも最低限の走りをしっかり、することができたということはやっぱり次につながると思います。おめでとうございました。以上 MGC 獲得した6人の声でした。さあレースのハイライトをご覧いただきながらですが、金さん、はい、本当に歴史的な一日になりました。私たちはもう興奮しましたけど、逆に選手の方が冷静で、もう2時間6分台でも井上選手は悔しい、はい、悔しいと、ね、本当に本音言ってくれますよね、本当にこの気持ちがね2020に必ず、ね、繋がってくる、今日からまた浅いスタート切れたなって感じしましたね、はい、2時間6分台が設楽と井上、はい、設楽は日本新記録、そして MGC を獲得した木浪、宮脇、山本、佐藤、いずれも2時間8分台、はい、でその他にもサブ10を出したのが荻野と一色と村沢と、あと3人と、すごいレベルでしたよね、あとですね設楽選手と井上選手、まあ、それぞれ日本記録出しては出せないありますけど、アプローチが違うんですよね、まあトレーニングをしっかり積んで長い距離走った井上選手と、あとレースを積んできてした設楽選手、どちらが正しいんじゃなくてどっちも正しかったということだと思います。設楽選手、見事な日本新記録でした。東京マラソン2018、それでは最終結果整理しておきましょう。男子優勝はディクソン・チュンバです。2時間5分30秒、そしてなんといっても設楽悠太、はい、日本新記録が生まれました。新記録です、見事な、素晴らしいですね。そして MGC 獲得はご覧のメンバー、そして鈴木健吾選手が19位、神野が18位、一色選手が13位、このあたりもまたそれぞれのファーストベストをさらに更新を目指してこれからレースに挑んでくるものと思われます。女子です。優勝はエチオピアのディババ。去年に続いてまた2時間19分台のフィニッシュタイムを見せました。車椅子です。その前にワールドメジャーシリーズポイントランキングご覧いただきました。車椅子ですが優勝は日本の山本博之選手。なお女子はマニュエラ・シャー選手が優勝しています。さあ金さん、本当に歴史的な一日でしたね、はい、そうですね、本当ね、正直言ってこれまで日本の男子マラソン自信失いかけてましたが、今日自信を取り戻してその自信が闘志に、今日から変わります、この優勝タイムを見て日本新記録を見て